着替えてもらいました。部屋着になりました。でもすごい似合う。めっちゃ可愛い。よかった。自分で言うのもあれだけど似合う。いやだから、だから嬉しい。いい似合う、いや似合うのをチョイスしてくれて嬉しい。よかった。そう、さすが。見る目ありました。見る目ありました。見る目あった。ありがとうございます。質問をちょっと今日一緒にもらってトークしたいなって思って、うんうんうん、ちょっとねいくつかあるんですよ。トークコーナーということですね。トークコーナーですね。もっと前じゃない？もっと前だよ。あれ私花に毛玉持って、うん、5年ぐらい経った。あ、そっか、4年か。4年前か。だいたい。そうか。21だった。え、私21だったよ。20歳だよ。なんかそう考えると歴史を感じるね。そうだね。なんかね。ね、そんな経ってるのね。うん。私はその花に毛玉で初めて会って、うん、あー仲良くなれないわって思ってた。なれないっていうか、この子とは仲良くならない絶対って思ってた。おー、なんかゆりかのつかみどころが本当になくて、うん、何考えてるのかも分かんないし、あとすごいクールだった。なんかこう、あんまり他人、壁がすごいあったっていうか、入っていけない感じがすごいあって、ならないで終わるなって思ってた。思ってた、うん、第一印象。第一印象。第一印象悪いな。いや悪くない、あの仲良くはならないなって思ったって感じ。うん、でもそうだよね。でも第一印象って本当に結構大事って探り合ったりしちゃうから、うん、なんかパッと見なんか強気な子なのかなっていうのはあったかもしれない。撮影で千葉に
どんなツアーガイドよりもいいツアーガイド。自分のことメキシコの頼もしい。本当にメキシコの時はもう絶対私に連絡してほしい。連絡する。行ってみたいもん。オラっていうさ、挨拶も教えてもらうし、そう、オラスペイン語もね、うん、すごい上手。ありがとう。私このカードゲーム大好きなんだけど。これ何？なんじゃもんじゃ。なんじゃもんじゃって何？なんじゃもんじゃ大好き。だって2人でやったらしんどいかも結構。何人かでやるやつ。なんじゃもんじゃはこの、うん、絵柄がいっぱいあるじゃん。うん、あ、なんじゃもんじゃだよね。あの、うん、これを、うん、なんじゃもんじゃって言わないかな。違う。ここに書いてあるんだ。合ってる。よし。あ、なんじゃもんじゃ。これを、うん、お互い。場にこうやって置いてあって、うん、私のターン、私が引くじゃん、うん、これ出てくるんじゃん。これ名前つけんの、うん、何でもいい、何でもいい。例えばカリフラワー、あ、名前つけました、うんうん、置いてく、うん、でゆりかこれ引きました、うん、名前つけるじゃん、炎、炎、うん、で私が引いて、うん、また新しいからまた名前つけてってやってって、うん、その括弧に1回出たやつがオフ、うん、まあ、またこれが出た時にどっちが早くカリフラワーって言えるか覚えてるかどうか。そうそうそう、これ二人きついね。めっちゃきついかも。永遠と出てこないし、そう、一旦頑張る。あー、でもこれ覚えとく、キープで。そんなのあるんだ。そう、わ、人狼もある。もう人狼二人じゃ絶対できない。最低4人いるよ。ダメじゃん。人狼大好き。好きなんだ。今もね、うん、舞台やってるんだけど、うん、舞台のあの座組のみんなで人狼毎日やってるの、うんうん、やってるの。そう、大好きすぎて。みんなもうめっちゃプロ、めっちゃ上手。ハマってるじゃん。すごい。何しようか。楽しそうだね、みんなでゲームするの。仲良しなの、すごい。そっか、舞台ってやっぱずっと一緒にいるから仲良くなるの、うん、家族みたいになっちゃった。でもそんな絆が含められるさ、うん、ところにちょっと行ってみたい。舞台やったことない。あ、そっか、うん、意外だね。意外？うん、ないの一度も。へえー、楽しいよ、めっちゃ。本当？うん、でも私も毎日セリフが飛ぶ夢を見る、うん、それよく聞くかも。ちゃんの上で次のセリフ分かんなくなって止まっちゃうとか、うん、あと、うん、舞台その袖から出てった時に、うん、第一声目で声が出なくなっちゃって、うん、っていう夢も見る。でも実際は舞台に上がってもちゃんと声を出るし、うん、セリフも覚えてる。それできてってなかったらやばくない？今私舞台やっててさ、セリフ出ないんだよねって言ったらやばくない？でもさ、ドキドキしない？その夢を見てさ。あ、めっちゃするめっちゃする。もしかしたらなんか現実に起こるかもしれないっていうさ、うん、なんかそういう予兆みたいなのかなって思っちゃう。私見たらそういうの。もうでもなんか毎回第一声言うとき結構緊張するかも。そこがいけば、うん、ああ今日も大丈夫だったと思って、うん、とリラックスしてるけど。すごい、もう本当にすごい。え、これ知ってる？どれ？ハっていうゲーム。知らない、初めて見た。めっちゃ面白い。あ、これちょっといいかもしれない。本当？女優力試されちゃうかも。じゃあハっていうゲームは、うん、あのこうお題があって、うん、そのアルファベット引いて自分の、うん、聞いたやつの、まあ、演技をする、うんうんうん、ノックされた時のはい、聞き返す時のはい、出血確認時のはい。こんなにいろいろあるんだね。めっちゃある。しかも2人でやると選択肢が本当に多いから消えてかないから。そうだよね、めっちゃ難しい。これかなり当てたらすごいと思う。そう、当てたら、うん、マジで当たんないから、これ。マジで当たんないから。すごい試すよね。そう、じゃあ今ハードル下げてるの自分で。当たんなくてもやった側のせいじゃないよっていう。ハードル下げてる。これはまず引こうか、じゃあ、うん、いいいいよ、これ2人とも入れる。はい、うーん、です。お題は、うん、うん、じゃあ1回引くよ、適当に、うん、はい、これ F って書いてあるから、うん、たら自分がこのちょっと違うかなの、うん、を言うってこと。うんうんうん、OK、どうぞ。見せないでね。うん、はい、オッケー、うん、はい。難しいの？
難しいかも。え、めっちゃ難しいかも。めっちゃ考えてる。パターンがめっちゃある。どうしよう。先どうぞ。はい、じゃあ先。はい。おー、あー、むずくない？え、でもすごい伝わりやすい、うんをしたと思う。あ、本当？自信ある？うん、これすごいあると思う。え、ちょっと、え、私なんだっけ？え、当てられる気する、これは。本当？いくよ。うん、うん、え、わかりやすいんじゃない？ちょっと間違えたかも。ちょっと間違えた。ちょっと間違えた。ちょっと間違えたかも。ちょっと動作間違えたかも。ちょっとこれ、いただくよ。うん。おー。はい。待って、難しいかも。え？当てられそうな気がする。私、結構、まあ、3つぐらいあるかも。選択肢。嘘。言っていい？選択肢言っていい？うん、いいよ。考え込んで、うん。うん、ちょっと違うなの、うん、うん、渋々同意の、うん、うん、のどれかかなって思ってる。あー、うん、うん、どっちなのかな、うん、どっちかな、悩む悩む。でも一つしかないから、うーそっか、こんな風に悩むのか、これの、このゲームって。難しい。でも OK、 決めた決めた決めた、うん、私も決まってるんだよね。そういうので言ったらあれか。じゃあゆりかから答える？私のから答える、ね。あ、オッケー。あ、私が言うわじゃあ。うん。私ゆりかのは、はい、ちょっと違うなの。うん。おお。おお。違います。違うんかーい。正解は。G、しぶしぶ同意の、うん、あー、惜しかったね惜しかったね、惜しかったかも。まあ惜しいかもしれない。かすってた、かすってた、うん、ちょっと下かな、 F の下かな。そうか、難しかった。え、じゃあ私当ててもいい？うん、それこそ、はい、E、 もう一発でいく。うん、もう正解は E でした。やったやった、嬉しい。正解です。うん、まあでも確かにそうだね、分かりやすかった、まあね、そうだね、うん、やっぱりね、選択肢的になかったかも。演技が上手だった。あ、うん、女優力出てるよえ、じゃあもう一回だけやろう。やろう、うん、はい、次いきます。はい、せーの、ドン、うん、寝顔。寝顔、難しいかも。これまたなんかすごいところついてきたね。もはやセリフないからね。ね。え、寝顔に気持ちとかあるの？あるんです。うわー、これ難しいよ。頑張ってみる？どうこれ、寝顔って。いや、できるかも。本当に？できるかも。さすが。うちらならできるかも。うちらならできる。私たちならできる、信じよう。じゃあやってみよう。じゃあこれ引く？うん、先引くね。うん、おい、あーあこのあーはいいあーかもしれないよ。いいあ、いいの引いたんだね、羨ましいな。いいかもしれないなそっか、じゃあちょっとイメージしようかな。うん、いきますか。ゆり、うん、かの寝顔まで、うん、3、2、1、うん、どうしよう、どっち、どういう感じ。まあ2択だな。うん、じゃあ私行くね。うん、行きます。待って待って待って、しっかり寝てるよ。です。しっかり寝てるよ。です。です。
でもすっごい分かりやすいけど全部に当てはまりそう確かに確かに結構難しいね。難しいよね。でも私も二択なんだ完全に、うん、ゆりかのは、うん、B か、うん、何かに追われている夢の寝顔、うん、か上司に怒られた夢の寝顔、二択なんだよね。さあどうでしょう、どうでしょう。でも、うん、いやどっちかっていうと、うん、上司に怒られたかなって思ってたんだけど、うん、なんかちょっと喋ったじゃんゆりかがちょっと喋った感じが、あ、こうなんか追われてんのかなって思ったんだよね。ヒント出しちゃってるかもしれない。本当？どっちだろうね。あ、でもそっか、怒られててもいいかもな。難しいな、読み取るの。何かに追われてたらもっとあれかな、もっと違うかな。超難しいよし絞るか。うん、ちょっと絞ろう。じゃあ行きますね。あ、はい、当ててくれる？E、上司に怒られた夢の寝顔。あー、 B、何かに追われてる夢の寝顔。あー編集できるよ。あー、ダメだよあのね、改ざんしちゃいけないから。ダメだ、ダメだ、ダメ、厳しいかも。あー、そうか、ここダメすいません、いい上司に怒られた夢の寝顔で。あ、正解です。いいでした。あ、なんだ、びっくりした。合ってたんだ。合ってたよ。よかった、すごいすごい。怒られてたね、めっちゃ、うん、なんか耐えてたよね、なんかムカついて、うん、耐えてんだろうな、ツーってなってるやつを怒られてた。で、言い訳しようとしたんでしょ。うん見てるよ。そんなんじゃないですよ、言おうとしてた。危な危な、声出していけないね。じゃあね、私答えていい？はい。もうね、分かりやすくやってくれたと思うんだよ。はい、もうノーマルで、はい、イージーの方で、はい、G の爆睡してる時の寝顔。正解。え、嘘、すごい、すごい、めっちゃ嬉しい。めっちゃすごいすごい、すごい結構ね、当たんないと思ってたこのゲーム絶対当たらないゲームだ。でも結構当たんないよ、結構当たんない。結構意思疎通してたってこと。そうかも、ちゃんと。そうかも、お互いは分かってるかも。素晴らしい楽しかったいいじゃん、なんかいい結果出せたね、うん、最後に、うん、よかったよかった。じゃあこれで最後締めくくろうかな今日ちょっと新しいコラボ企画でアンナに登場してもらったけど、うん、どうだったえ、楽しかった、めっちゃ。本当に、うん、なんかおうち時間みたいな感じでまったり二人で過ごせたし、ほのものできた。うん、でもこういうなんか2人の時間をなんかちょっとみんなにも楽しんでもらえたらなと思って、うん、ね、ね、あんまりこういう絵とかもそんなさ、うん、なかなかないもんね。ないと思う、うん、なんか仲いいの知ってくれてる人は知ってるけど、うん、あんまりそのこういう図、2人が一緒にいる図を見たことある人はあんまりいないと思うから、うん、なんかそういうお互いの素のところがね、うん、見せられたのも良かったかも、うん、と思います。お、よかった。アンナもあのびっくりした表情とかも見えたし。え、てか嬉しかった、うん、本当に、あの初回ゲストに呼んでもらって。あ、よかった。嬉しかった。ありがとう。絶対来てもらうならアンナって思ってたから。嬉しい。そう。ケーキも頑張ったし。あ、そうだね。なんかこれもさ、飾り付けも結構たどたどしかったけど。思いが伝わるといいなって思って。伝わった伝わった伝わった。よし、じゃあサプライズ成功ですか。サプライズ成功です、やったじゃあ今日は素敵なアンナに登場してもらいました。ありがとうございました。ありがとうございましたバイバイ。バイバイしようまた見てね、見てね、ありがとう